エミリー・サミウェルソンは、アメリカ合衆国ミシガン州出身の女性元、フィギュアスケート選手。元パートナーのエヴァン・ベイツと共に、2010年、バンクーバーオリンピックアメリカ代表、2008年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。ミシガン州のサウスフィールドに生まれ5歳でスケートを、始めた。2000年に、エヴァン・ベイツとカップルを結成。 2004から2005シーズンの全米選手権、ノービスクラスで優勝し、翌2005から2006シーズンより、ジュニアに移行して ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。2006から2007シーズン、JGP メキシコ杯と JGP 台湾杯で連続優勝を果たし、初進出の JGP ファイナルでは2位となった。2007年全米選手権では、 ジュニアクラスで優勝を果たし、メダルが期待された世界ジュニア選手権は途中棄権に終わった。2007から2008シーズン、地元開催の JGP レイクプラシッドと JGP ウィーンハイで優勝し、2度目の進出となった。JGP ファイナルでは2年連続の2位となった。2008年全米選手権には、シニアクラスで出場し4位。 3シーズン連続の出場となった世界ジュニア選手権で優勝を果たした。2008から2009シーズン、シニアクラスへ完全移行し、スケートアメリカで4位、NHK 杯で3位となりシニアのグランプリシリーズで初めて表彰台に上った。2009年全米選手権では2位となり、初めてのシニアの ISU チャンピオンシップとなった4、大陸選手権では3位、 世界選手権では地元アメリカの観客からスタンディングオベーションを受ける素晴らしい演技を披露し11位となった。2009から2010シーズンはグランプリシリーズの3大会に出場、うち NHK 杯では3位。全米選手権でも3位となりオリンピック代表の座を獲得しバンクーバーオリンピックに出場11位となった。その後、 シュピルバンドとズエワのもとに移籍した。2010から2011シーズンは、リフトの練習中に、サミュエルソンのブレードが、ベーツのアキレス剣を切ってしまったため、ベーツは、手術を行った。怪我の回復には6ヶ月を要するため、グランプリシリーズの出場を取りやめた。その後も競技活動を休止、シーズン終了間際にベーツとのパートナー解消を発表した。 2011から2012シーズンは、ポッド・ギレスとパートナーを組み、以前のコーチの下で、競技活動を再開、中国杯に出場したが8位という結果に終わった。シーズン終了後、ギレスとのパートナー解消を発表した。新しいパートナーを探していたが、アマチュア競技には戻らず、プロスケーターとして活躍。引退後は、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチで、 ファイナンシャルアドバイザーの職に就いた。サムウェルソン、ベーツアナウンスコーチングチェンジ。ICENETWORK.com。a p、e e、r i l 二十八二千十エインズワースアレクササムウェルソンベーツコールイットクイッツユニバーサルスポーツサムウェルソンベーツアナウンスエンドオブパートナーシップ US フィギュアスケーティング10-28 2011, ガザフォードリンサムエルソン。チールハッピー通ー・ジョイン・フォーセス。ICENETWORK.COM。ガザフォードリンニューチーム・サムエルソン。チールツートレーニング・アンナーバー。ICENETWORK.COM。ISU グランプリオブ・フィギュア・スケーティング2011-2012中国杯公式結果ハットトッド。 and my end of partnership.Hot from the Olympics to Wall Street.The Athlete for Become Brokers. ありがとうございます。